カチャサミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら、10秒間でお願いします。さあ、できましたか。まあ、C は違いますよね。まあ、おそらく A とか B とかで迷ってる方が大半かと思います。で、それはなぜかと言われたら、九州の右側、原因があるからですね。さあ、皆さん下をご覧くださいね。皆さん、これがヒントで正解が出るんですが、わかりますか。で、今回の文章は because of 使われておりますが、皆さん、これ後ろが SV になってると接続詞の because、 これを使っていただいても OK です。で、正解を入れると訳し方は点点点が原因で、ますますうにゃうにゃ。ですから、because of の右側ご覧くださいね。まあ、一晩ぐっすり眠ったおかげで、左側、ますますリフレッシュして彼は出かけました。まあ、回復して出かけることができたんですね。で、正解の表現の左側に、all。ただしさ、これは強調のみの働きでございますので、省略化。ですから、今回も正解の選択肢の左側に all がございません。さあ、正解はもちろん B ですね。で、今この動画をご覧になってる大学生の皆さん、記憶がありますよね。一方、社会人の皆様、まあ、ちょっと高校卒業してから結構時間経ってるので忘れてしまってますという方のために今日は持ってきました。 All the 比較級、これ出るんですかということですが、皆さん、パート5よりもどっちかっていうと長文ですね。パート6とかパート7、このあたりで見かけますので、再確認をお願いいたします。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指の上で隠していただいて、で、丸1番から丸5番、そこに貼る5個をスラスラ言えるよう重ねさせていただきますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。